トやオーボエ、ファゴットなどもあります。次は金管楽器を紹介します。まずはこの楽器、ラッパでおなじみトランペットです。金管楽器の中では比較的高い音域を担当し、メロディーなどとっても目立つフレーズを演奏するため、吹奏楽の中でも花形楽器と言われます。次はこの楽器、ぐるぐる巻きに巻かれた管が特徴のホルン。世界一難しい楽器としてギネス記録にも載っており、稀に木管楽器だけの演奏にも参加しています。最後はこの楽器、トロンボーンです。スライドと言われるこの管を伸縮させて音程を調節します。主な役割は音の特徴からメロディーを支える伴奏です。他にもユーフォニアムやチューバと言われる楽器も金管楽器の仲間になります。それではただいま紹介しました金管楽器でディズニーの名曲小さな世界、この有名なフレーズをジャズのリズムにアレンジして演奏します。お聴きください。